入れてそれからわざわざ出していきました。さてこちら今村です。そしてエヴァンス動かしていって、さてマンザンドのこのジャンプは決まる。まあなんかマッチアップ飛ばし、しかもファールになってきたね。おっとこれミス。さあこれでターンオーバー、また琉球ボールに変わった。琉球追いつくチャンス。うわ持ってる。うわこれ2分を切るとボールが止まると連発攻撃チャンスが出てくるので、ディフェンスのポジションで京都これを決めてきました。並里京都並里このピックアンドローからのスリーっていうのが4クォーター通して果たして今日何本あったかっていうところですけど、合わせて並里、そしてクリーン、パス通りません。ターンオーバーになりました。並里自ら打つ。74対59。あ、ハサミに行ったんですがかわして並里もらえるんだ。後ろから並里ボールを奪って